どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリインボーク、駆逐ビッグマダムを駆逐せよの A に、さっき作ったこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。新重蔵統一パーティーですね。新たに迎えたのはこの鈴谷重蔵、新たなる力、新たジョーカーの重蔵ですね。こちらを加えて、全員 RE の、重蔵全員に揃えることができましたので、多分これやってないよねやってないはずだと思うんで、これで挑戦していきたいと思います。特攻乗ってるのはこの鈴谷重蔵、義足に仕込むサソリ、はい、オークション重蔵ですね。なんかインボケなんやかんやってこのキャラを一番使ったような記憶があります。はい、というわけでやっていきましょう。なんやかんや言ってね、上層重蔵一番使ったような気がするんですが、じゃあとりあえず、まずこれを打とうか。黒髪重蔵プレミアムですね。かわいい、いいね。このサソリを投げるモーションめちゃくちゃいいな。で、どうしようかな。武器耐久値を削るのは真ん中の2人で、これ多分ね、武器耐久値的には削り切っちゃうから2人をね、打つことできないと思うんだよね。7でしょ。で、今あいつが何本ある？ 9 か。あ、今8か。で、連撃与えちゃうとやばいんで、こいつがあれだね、マイナス8だね。だから、どっちにしろやばいということで。じゃあ、プレミアムの黒髪重蔵のスキルを貯めつつ、最後にブレイクするのは、ブレイクバーストを持ってるのが、新た重蔵、新たジョーカーの重蔵だったはず。あれ、持ってなかった。あ、持ってるじゃん。ブレイクバースト、ダブルスマイナス、アリマと同じやつですね。2倍のやつ。じゃあ、これでやっていきましょう。1,2,3,4 トン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 、圧巻だな。で、新たで殴る。効率よくいきますよ。んで、お題は結構ズババッといい火力出てますね。特攻乗ってるからな。じゃあ普通に3人で殴っていきます。もう今回火力気にせずに、この RE の重蔵を3人を楽しむっていうね、手でやってるんで。やっぱ溜まりやすいね、サソリの重蔵。お題は結構。ザン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 。うん、なんやかんや言うて、インボケ一番重蔵使ってますね。プレミアムの頃から。本当に初期の、リニューアル前からずーっと結局、キャラで言うと重蔵一番使ってた気がします。金木とかよりも。んで、こちらのフェスゲンの、サソリじゃねえわ、なんだっけ、あ、ジェイソンですね。ジェイソン重蔵、なんかジェイソンが出てこなかったんだが、今。で、ちょっとね、ジョーカー重蔵は防御力下がっちゃってるんで、このままにしておきます。ママに盾つくの？お、原作再現じゃね誰も倒れさすわけにはいかない。出血してんだな。あいつも出血してんじゃんみんな血流してんじゃねえか。ちょっと待ってよ。これ武器耐久値いくら削るんだけど、なかったっけ。あ、なかったね。久しぶりに使ったら。黒なの大事なの。んで、また3人でズバズバ切っていく。あ、待って、新たジョーカーがたまんなかったわ。新たジョーカーに回すべきだったな。じゃあここはサーソリ重蔵でスキルを打っていく。お題は結構。 OK、 ブレイクからの新たで殴る。効率よくいきますよ。バチバチ、このね、ジャンプしてる時に上で何回かバチバチってなるのがね、最高にかっこいいんだな、新たジョーカーは。効率よくいきますよ。バチバチ、火花が飛び散る感じね。お題は結構。このお題は結構って言って、こうね、重蔵が歩いていくシーンが僕はアニメでは大好きなんですよね。ちょっとこの時のセリフと若干違うのかな。同じなん、使い回してんのかどうか若干違うような気もするんだが、お題は結構ってなんかちょ、もうちょい高い感じのね、お題は結構のような感じです。お題は結構オタクみたいになってるけど、新たジョーカーにスキル回そう。忘れてた。これたまるかな。ブレイクバーストをかけたいんだよね。
今回は新たジョーカーをメインに使っていきたいが、原作再現的には助走重造を使ってあげたい気もする。しかも特攻乗ってるのは助走重造だけだし。で、新たジョーカーで殴っていく。効率よくいきますよ。ズバン。で、新たジョーカー、ねえわ。サソリ、助走重造で殴っていく。で、バーっと殴って、また助走が溜まると。すげえ溜まんな、こいつすぎる。まあ、手数が多いからな。お題は結構。で、オッケーで、ジェイソンで殴って、あったりズババババッと。で、ちょっとこのままにしておこうか。怖いからね。防御力が下がってるんでね、こっち半減してるんでね。おっと、武器耐久値マイナス2か。こっち武器耐久値を回復すればないが、まあ十分に武器耐久値を持ってると。んで、またジェイソンで殴ってスキルを打って、もうあれだね、マダムもビッグマダムもこっちも重装全員、血流してばっかりだね。みんな出血してる、この戦い。んで、殴って、新たジョーカーでブレイクしていく。効率よくいきますよ。打って、いいね、この並び。お題は結構。みんな一応近接なんだな。んーで、あとシフト2が残って次で3になるのか。全員ね、前を RE の重装で固めたいんだよね。ちょっとこのターン、新たジョーカー出しっぱなしで行ってみる。怖いけど。新たジョーカーを出しっぱなしに行ってみる。いや、それはダメだ。ダメですね、それは。それから、サソリ打って、お題は結構。んで、ジェイソン打って締めようか。こいつそんなでかい攻撃してきたかな。オッケー。じゃあ最初にジェイソン・ジョーズ使って、で、新たジョーカーに回していこうか。まあちょっと溜まってるし、いけるとは思うけどね。んで、全員、ブレイクバーストをかけて、効率よくいきますよ。お題は結構。んでからどうしようかな。最後新た重装にスキル打って締めようか。飼いならした方です。どうです。んでお題は結構打って、お題は結構で、新たジョーカー打ってシフト1残ってるけど、まあこれで締めにするか。効率よくいきますよ。151万出てるね。いい火力。確かこいつロマン砲キャラだったかな。やばい、プレミアムの重装が。ちょっと待って、やめて。お、かわすね。そうか、この2人はかわすのか。そういや、そうだったな。新たジョーカーかわさないんだっけな。防御力下げて終わりだっけ。はい、ということで最後危なかったけど、うまいことかわしてくれましたね。まあ一応ダメージレポートで見とこうか。まあこんな感じですね。1億も乗ってない感じですよね。123。
8100万ぐらいですね。はい。というわけで、今回は重蔵統一、新重蔵統一パーティーですか、パーティーでした。僕の夢だったですね。RE のジェイソンを持った重蔵、まあ、最後の方に出てくるあれですね。流線の時の重蔵出てほしかったんですけど、まあ、出なかったということで、はい。非常に残念でした。まあ、もしかしたら最後のね、非占領期間1週間でイベントとして登場するかもしれないけど、まあ、古田と金木がもう出た時点で、また物語を遡っちゃうことになるので、まあでも最近の傾向で言うと、わかんないけどね、出るかもしれないけど、まあ、これで終わりだろうということで、はい。まあ、今回は新鈴谷重蔵統一パーティーでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。